さあ、続いてのびっくりニュースは、17歳の少女の胃から毛髪の塊7キロを摘出。医師もこんな大きい例は見たことがない。インド中部ジャールカンド州在住の17歳の少女の胃から約7キロの毛髪の塊が摘出されました。その少女の名はスウィーティー・クマリさん。3年前に超音波検査を受けており、医師から胃に腫瘍がある可能性を指摘されていたんですが、特に治療を受けることはなかったそうなんです。しかしその後、体調不良や腹痛を訴えて地元の個人病院を受診。彼女は体重が減り、食べ物を受け付けることができない状態で、すぐに手術の準備が始まったそうです。で、手術を行ったサフ医師は、そこで胃に7キロもの毛髪の塊を発見することになります。その毛髪は消化されずに石のように固まり、胃全体を埋め尽くしていました。これは非常に危険な状態で、手術には6時間が費やされました。40年も医師をしていますが、7キロの毛髪の塊を摘出したのは初めてですとサフ医師は語っています。なお、この少女のように毛髪を食べ続けると、毛髪の塊の先端が小腸まで達し、腸閉塞や潰瘍などを引き起こす恐れがあります。でこれはラプンツェル症候群とも呼ばれ、発症者の約 70% が20歳以下の若い女性で、学習障害や、精神的な問題を抱えていることが多いそうなんです。ちなみに2019年にはロシアで他の19歳の少女の胃から約2キロの毛髪が、また中国では8歳の少女の胃から 1.4 キロの毛髪の塊が摘出されているということなんですね。いずれのケースも長期にわたり毛髪を食べ、腹痛を訴えて病院を訪れていたということなんです。さあ、続いては、同じ毛は毛でもあそこの毛が長い少年のこんな記事をご紹介します。世の女性が羨む長さ 4.3 センチのまつげを持つ11歳の少年。つけまつげやまつえくでなんとか目を大きく見せようと頑張っている女性は私も含め多いと思うんですが、そんな世の女性たちが喉から手が出るほど羨ましい、欲しい長いまつげ、そんな長いまつげを持つ男の子がロシアにいました。約8年前にタジキスタンからロシアにやってきた少年、ムイン・バチョナエブ君11歳の自慢のまつげはなんと 4.3 センチもあるということなんです。生まれた時からまつげが長く、なんと当時は目をつぶると唇に触れるほど、そのぐらい長かったということなんですね。さすがに年々伸びていくまつげが両親も気になったようで、いくつかの病院を受診したということなんですが、ムイン君は至って健康。写真を見るとですね、まつげもさることながら、なんと眉毛も長いように見受けられます。ちなみにこのまつげが長いことは、遺伝子性のもの、もしくは妊娠中に母親が服用していた薬が関係している可能性があるようだと言われているんですけれども、なんとも世の女性たちにとっては羨ましい限りですね。さあ、今日最後にお届けするニュースは、パキスタンに住むこんな兄弟の記事です。日中は普通の男の子でも、夜になると体が。パキスタンに暮らす9歳のアブドゥル・ラシード君13歳とジョアイブ・ハメド君の兄弟は、誰も聞いたことのないような謎の病気に悩まされています。彼らは日中はとても活発に遊び回ります。ところが日が落ちた途端、彼らは植物状態になってしまうということなんですね。2人は完全に体全体が麻痺したように動かなくなり、喋ることもできなくなってしまうということなんです。2人の父親は彼らをソーラーキッズと呼び、2人が太陽からエネルギーを吸収しているのだと主張していました。しかし彼らは日中であれば暗い部屋の中や影になった場所、あるいは嵐の日でも問題なく動き回ることができたため、このソーラーキッズ説は否定されました。パキスタンの医療科学研究所で薬学教授を務めるアクラム博士は、2人
2人に起こる現象は私たちが解決しなければならない大きな課題だ。彼らが日中は活動的なのになぜ日が落ちた途端目も開けられなくなり、話したり食事したりすることもできなくなるのか、我々医師たちによる調査は継続中ですと話しています。これにですね、父親は絶望感を感じ、一体この現象は何なのかということで、この問題の原因は2人が黒魔術にかけられてしまったに違いないと考え、民間の占い師のもとを訪ね治療してもらおうとしましたが、何を試しても効果がなかったということなんですね。合計300回以上にも及ぶ医療検査を徹底的に受け続けた現在、医師たちは問題が遺伝的なものであると確信しているそうなんです。というのも、この2人の両親、そもそもいとこ同士で、さらに、彼らの6人の子供のうちですね、2人がすでに同じような症状を経て、幼くして亡くなっています。で、唯一娘だけは何の問題もなく健康ということなんですけれども、残念ながらこの病気の治療法は現在も見つかっていませんが、医師たちが必死に原因を探し続けているということなんですね。で、現在医師たちができることは、この両親に出生前に検査を行い、胎児に問題もないということが証明できるまでは新たな子供は作らない方がいいとアドバイスすることだけだったということなんです。一方、この、アブドゥル君とショアイブ君の2人なんですけれども、なんと治療が少しずつ効果を見せるようになってきて、それによって彼らの生活もちょっとずつ改善されてきているということなんです。治療の結果、2人は午後10時頃までなら活動を続けることができるようになったそうなんです。で、これまではですね、日没とともに体が麻痺状態になっていたことを考えれば大きな前進だと、家族もそして医師たちも話しています。奇妙な悩みを抱えながらも2人の少年たちはすくすくと成長。で、彼らは毎日病院で食べる食事、そして医師やメディアからの注目が楽しくて仕方がないというふうにも前向きに話しているそうです。2人はまたですね、将来のこともポジティブに考えられるようになり、ショアイブ君は教師に、そしてアブドゥル君はイスラム教の指導者にそれぞれなりたいという夢も持っているそうなんです。さあ、今回はですね、子どもたちの体の不思議、謎神秘をご紹介しました。子どもたちの普段の様子や何気ない行動、そしてメンタル面など、身体的にも精神的にも周りの大人たちがケアしていくことが大事だなというふうに感じました。ではまた次回。